こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラではなく、YouTube をボケーっと見ていたら、やばい物件が出とっちゃけど、ミニコンですか?という連絡があり、今から行く件、と福岡の中心部に飛んできました。なんでも、街のど真ん中にあるにもかかわらず、巷ではほとんど知られていない、シークレットなマンションなんだとか、もうその響きだけで、なんじゃそりゃぁ、と興味津々ですよ。空が青いなぁ。しかもですね、やばいのはシークレットな点だけではなく、特に収納のアイデアがすごすぎるんだとか、片付けられない力、いや散らかし力に自負があるゆっくり不動産としては、その収納力とほこたて勝負たい。と、いつも以上にやる気満々で内見に来ておりますが、やっぱり水辺は癒されるばい。何しに来たんやったかいな。と目的を忘れてしまいそうなので、早速部屋に向かいましょう。というわけで玄関に到着です。室内は自由自在に改装された83平米の 2LDK とのこと。果たしてどんな部屋なのでしょう?おー、なんか和風の佇まい。玄関は土間ですね。こちらはシューズクローゼットでしょうか。て、何この編み編み。あ、これはですね。編み白じゃなくて、網代ですよ。木や竹草などの植物を細く薄く加工したものを材料として縦横交互に編んだもの。なんですけど知ってました。いやぁ、網代はいいな。うん、和風の佇まいにしっかり合いますしね。そして収納量という点でも確かにたっぷりあります。が、まだ驚くほどの収納とまではいきません。続いて、先に進みましょう。天井も網代。アップで見るとこんな感じ。手作り感のある網網。よく見るとこんなところに竹。いや、細かいこだわりを感じます。こちらは。一つ目の個室ですね。廊下側の窓の内側にも障子を設置するこだわり。どうやら和風のテイストで統一されているようです。そしてこちらの壁には見慣れぬ収納らしきスペースが、大きさがまちまちな扉が並んでいます。真ん中のスペースはオープンになっていますね。これはどんな収納なのでしょう。皆様想像してみてください。収納の癖がすごいんじゃ。扉の開き方が、開き戸、引き出し、引き戸、とバラバラだし、それぞれのサイズもまちまち。でもこれは適当に作ったというよりも、確固たる意図を持って、この場所に、この大きさで、この開き方、と決まっているような気がしてなりません。確かに、上部に引き出しがあったら中身が見えないし、下部が引き出しでも開けにくい。この変身を見ただけで、収納へのこだわりが、ひしひしと伝わってきました。そしてこちら側には姿見、と、4枚の引き戸が並んでいますね。これもおそらく収納ですが、どんなレイアウトになっているのでしょうか。収納の癖がすごいんじゃ。半分開けてみましたが、こちらにはハンガーパイプと、大きさの異なる棚がレイアウトされています。コンセントがあるのも、きっと何か意図があるのでしょう。この部分は棚がないので、長めのコートなんかもかけられる設定かしら。では続いて反対側。おっと、これまた予想外にハンガーパイプ。しかも2連ハンガーパイプ。手前と奥に2列で服をかけられるわけですか。季節ごとに手前と奥を入れ替えればめちゃくちゃ使いやすそう。夏の始まりに。T シャツどこ行ったかいな?と毎度困る僕にはこういった、何をどこに置くかルールが決まってる系の収納はありがたいです。そして真ん中は。収納力すごすぎん。こちらもダブルのハンガーパイプに、下段は引き出しが4段。服が好きなおしゃれさんも、服を捨てられないマキシマリストさんも、ウェルカムな包容力。いやぁ、たった一つの個室の収納だけで、ここまで特徴があるとは。あ、あれは、床下収納何故ここに。大容量クローゼットの迫力に圧倒された直後に、部屋の片隅に可愛らしい床下収納。ギャップもええ。さ
てさて、次の部屋に進みましょう。もう収納はお腹いっぱいな気もしますが、まだ 2LDK のワンしか見てませんからね。廊下に戻って。こちらの扉は、二つ目の個室でした。こちらも収納らしき扉が並んでおり、鏡は2枚に増量。奥にはデスクのようなスペースもありますね。内窓の障子もありました。フローリングでありながらも和のテイストがしっかりと現れています。きっちりと収まったデスクが設置済み。一切あればリモートワークもバッチリですね。引き出し3つ。これは贅沢なデスク。片付けられない僕でもこれなら、机の上に散乱したものが少なくなりそう。振り返るとこんな感じ。ん？むむむ。なんじゃこやぁ。これは、テレビかけやん。こんなものがあらかじめ設置されてる物件は初めて見ましたよ。こっち側にベッドを置いて、寝っ転がって YouTube 見放題じゃないですか。テレビ台を置かなくてよい、というのがいいですね。テレビ台もいいのですが、なんか台の上にいろんなものを置き出して、気づくと散乱してるんですよ。なんなんですかね、あれは。で、このクローゼットは、こちらは最初の個室よりもシンプルでした。それでもハンガーパイプが上下に設置されてるのは珍しいですよ。使い分けがしっかりできそう。ということで、二つ目の個室は、リモートワークしながら、疲れたらベッドで寝っ転がりながら YouTube 見れる素敵な間取りでした。続いて廊下に戻って、こちらは、トイレがなんかゴージャス。こんにちは。こんにちは。間接照明もあるし、まるで高級な和食レストランのトイレのような雰囲気。床はフローリングだし、手洗いの下にある棚がなんと、味色。すごいですね。こんなところにも収納を作るこだわり。しかも扉が味色ですよ。センスも素敵だし、細部へのこだわりがすごい。こんにちは状態だと開けられないこの扉ですが、でか、しかも観音開き。こんなに収納力のすごいトイレ初めて見ましたよ。吸引力のすごい掃除機もいいけど、収納力のすごいトイレもいいなぁ。いやぁ、こんな素敵なトイレは珍しいですね。さて、いよいよ残るはこちらの扉。障子&障子。障子力高すぎん。なんじゃこやぁ。一面鏡張り。のおかげもあって巨大な部屋に感じます。そして鏡に映るキッチン。ということは、こちら側がキッチンですね。いやこれはなんとも素敵な LDK。資料によると、フローリングには桜が使われているようです。網代や障子、間接照明といったデザインも含めて、上質な和風建築の良さを感じます。エアコンは天井カセット型エアコン。略して、天カセ。大きな空間も安心な馬力でしょう。で、こちらがキッチンカウンターですが。はぁ。これは、ステンレスキッチンとは別に手前に収納が作られています。そして引き出しが設置されていますね。しかも大きさが様々。ってこれ多すぎて日が暮れるったい。ということで、収納力すごすぎん。しかも開き方や大きさもバラバラ。明らかに意図的に設計されたこの収納。当たり前のように収納内に配線もされているし。これは収納のプロの仕業。で、ここにもテレビかけ。向きも変えられるので、料理しながらも食事をしながらもストレスなくテレビを見られます。で、なんじゃやぁ。手前の収納に気を取られて気づきませんでしたが、キッチン裏の収納えぐくない？これはもう収納力がすごいという次元ではなく、えぐか。とこのモンスター収納を見る前に、まずはキッチンから。で、収納だらけやないかい。いや、キッチン収納は当たり前なんですが、キッチン周りだけで何十個取っ手があるのだろう、という内見プレッシャー。で、これはおしゃれ推薦。といえばグロエ。
後ろには見たことないハイスペック風浄水器が設置されています。水素水？なんかもう、いろいろ規格外すぎてやばいですよこの物件。あまりに引き出しが多いので、ちょっとスキップしてるのはご愛嬌。コンロは IH 式ですね。で、コンロ前の壁にもしっかり棚があって、レンジフードは壁とぴったりな素材と大きさ、すべてが計算し尽くされています。こちらは冷蔵庫スペースですね。そしてこのモンスター収納、さすがにこれは日が暮れてしまうので、なんじゃこやー、これぞ収納モンスター。でこれ、注目すべきはその大きさではありません。よく見ると、一つ一つ用途が明確に設計されている気がしてなりません。例えばこの棚、なんか L 字にくり抜かれとうばい、むむむ、なぜこんな形になっているんだろう。はぁ、これは、L 字の棚板と言われる収納テクニック。普通にフラットな四角い棚だと、奥に置いたものが見えないし、取り出しづらい。たまにしか使わないものを奥に置くと、結局存在すら忘れて使わないし、かといって、取り出しやすいように物を手前に置くと、奥がデッドスペースになってしまう。そこで、L 字の棚板。四角がなくなるので、どこに何があるか見えやすい。収納量は減るけど、使い勝手は格段に上がり、有効スペースは増えるという発想ですね。これは面白い。で、これは、引き出せる。炊飯器とか置いて、使いやすくなる仕掛けですね。しかもたくさん。ここの設計師さんすごすぎん。収納のプロの仕業というか、収納を極め尽くしたえ、ここにあり。という感覚。全然予定はないんですけど、将来自宅を自由に設計するなら、もうこの収納システム、このままコピペさせていただきたい。無料では申し訳ないので、著作料をお支払いしたいくらいですよ。何をどこに置いてどう使うか、すべてが設計し尽くされています。ここは、箸とかスプーンとか入れるところですね。仕切りも自由に変えられるようになってる。そしてこのボリューム。この収納システムで片付けられない人とかって存在するんだろうか。存在するんです。グラスラック。ここからワイングラス出す所作とかかっこよすぎません。L 字再び。いやもう本当に膨大な量の物件を見てきましたが、ぶっちぎりオブぶっちぎりで収納がすごいランキング1位です。2位以下をはるか後方に置き去りにして1位。ん？これは、なんかフックが出た。これはもしや、ゴミ袋とかを引っ掛けて使えるやつかしら。設計師さんが収納の神様というのもありますが、これを作ったオーナーさんの生き方がもはやアート。生き方、暮らし方が美しすぎます。で、こちらは、収納再び。ここは、あ、洗濯機スペースでした。ということは、水回りですね。フローリングに扉が網代という上質な内装で、一見水回りに思えません。こちらにも水回りにしては、大容量の収納空間。収納欲すごすぎん。見渡す限り収納。収納の横の収納の横の収納の横も収納。これは洗面と呼ぶべきか、収納と呼ぶべきか。洗面に収納がついたというよりも、収納に手洗いがおまけでついているような印象。ほんと、見渡す限り収納です。収納が足りない。なんて悩みとは一生無縁になること間違いなし。もしや。収納。洗濯機横の収納見ただけで、収納欲すごすぎん、と思っていたのが、3倍くらいありました。ガチでえげつない収納量。これで片付けられない人とかいるんでしょうか。僕の散らかし欲をもってしても、片付いちゃうんでしょうか。これは、その実験結果を見届けるためにも、済ませて、な物件。収納扉の飛ばし具合がだいぶ雑になってきました。で、こちらは、収納じゃなくて浴室でした。しっかり大きめでピカピカのユニットバス。何やらスタイリッシュなデザイン。シャワーヘッドも素敵。いやー、本当にどこにも隙がありません。すべてが上質。すべてが設計されている。
決して過度に豪華な素材を選んで宝の持ち腐れなコストのかけ方ではなく、圧倒的に良いセンスで、必要なものを必要なところに配置した、質実剛健な家作り。この鍵を選ぶセンスたい。なるほど、ここからリビングに繋がるんですね。しっかりと回遊性も確保されています。そういえば、この障子はどうなっているのでしょう。なんと部屋。窓がないので呼び名は居室ではなく、何度になりますが、用途的にはゲストルームやワークスペース、趣味のスペースなんかにも使えそう。テレビかけ放題。ここまで徹底的にテレビかけが設置されていると、テレビ台を置くのは禁止。という設計の意図すら感じます。障子を開けておくと、LDK と繋がって、さらに大空間になりました。むむむ。まさか。なんじゃこやー。まさかの鏡の裏に隠された収納。しかも、収納欲すごすぎん。今回この言葉を何度言ったか、もう思い出せません。しかも驚きなのは、扉を開けたら自動で照明がつきました。こちらは上下2段のハンガーパイプ。あの個室の収納量で足りない人が存在するのか不明ですが、備えあれば憂いなしということで、このボリューム。こちらは細かく整理された棚。棚板を動かせば、どんなサイズのものも対応できそうです。ハンガーパイプ多すぎん。すいません、一つ目の個室で、すでに思っていた感想ですが、ここに来てダメ押しの。ハンガーパイプ。アパレルショップもびっくりの展示量。大きめの引き出しもありました。着物とかしまってあっても驚かない、和風で上品なクオリティ。ハンガーパイプ。さすがに散らかし力満載な僕でも、もうしまえる服がありません。これはぶら下がり健康器でいいかしら。本当に恐るべし収納量。散らかし放題な部屋に住んで。そげなもん収納さえあれば片付けられるっちゃけどね。収納が足りんたい。と豪語している僕ですが、こんな圧倒的な収納量を目の前にすると、萎縮してしまいますよ。だって、これで片付けられなければ人間失格でしょう。いやー、すごい部屋だったな。あ、そういえばあの障子の向こうは何だろう。やってんなぁ。何この予想外なデカバルコニー。しかもウッドデッキ敷きの中に木が生えとうばい。どげんなっとうと？あれはもはや鉢植えの植栽というより生えてます。ちょっとバルコニーに出てみましょう。なんじゃこやぁ。街のど真ん中でこの眺望。やってんなぁ。しかも空が青いなぁ。というか、バルコニーでかすぎん。何度も言い続けた、収納力すごすぎん。を忘れてしまうほどの、極上のバルコニー。しかもこの植栽はもみじだそうです。そのチョイスがもう天才なんですよ。これ、サマーベッド置いてビール片手にチルするよりも、お抹茶が合いますなぁ。いつになく上品な妄想さえ浮かんできてしまいますが。こんなところに水洗とホース、メンテナンス体制もバッチリなわけですか。恐れ入りました。これまで内見してきた物件でセンスが良い物件はたくさんありましたが、今回は本当に上質という言葉が似合う、暮らし方を極めた境地のようなものを感じました。すませて。いや、この部屋に似合う人間に成長したい。と人生を教わった気がしました。あ、ちなみにこのキッチン。皿洗いビューがなんと自分ビュー。美しい姿で料理する癖がつきそう。ということで、こちらが間取りです。83平米の 2LDK プラス S ということで、かなりゆったりとしたレイアウトでした。一般的には 4LDK になる面積ですからね。その分、膨大な収納を作れるゆとりと、リビング横難度スペースがありました。
ちなみにどれくらい収納があるかというと、これくらい。すごすぎ。平面で見ても多いですが、立体にするとさらにすごい迫力でした。これぞ収納モンスター。ちなみに、リビングの障子は雪見障子といって、半分上げられるようになっていました。美しかー。本当に絵になる部屋。バルコニーのもみじで四季も感じられそうですね。今回は、面白物件とはまた違った個性のある、素晴らしい物件を内見できてめちゃめちゃ勉強になりました。いつかこんな家に住めるようになりたいなー。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。シェーン、ケーン、ポーン。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。しとると？そうね。グッドボタンもしたと？ありがとねー。